ピープ、なかなか繁盛してるようだな。市場の明かりが一晩中ついてるなんて、がっぽり稼げただろ。集結攻撃。これもすべて領主様のおかげです。領地はますます発展し、商売に来る人も増えました。ところで、サキちゃん、この前頼まれた件はまだ収穫がないんだ。もう少し待ってもらえるかな。構いません、フィリップ。そう簡単に父が見つかるとは思っていませんから。ですが、希望がある限り、絶対に諦めません。ちょうどね、今取り出したんですけど、コロシアム行かないってランスロットに言われて急遽取ってます。ここなんだ、はい、これね、いいよね。他のゲームだったら自分でね、場所決めて作んないといけないけど、固定されてる方が分かりやすくいいかも。ここでやるんだ。コロシアムは大陸の漁師たちが競い合う場所です。適切な英霊を選び、強力なチームで挑戦者を迎えましょう。なるほど。ランクマッチみたいなやつがあるんだよね。あ、ちょっと何て書いてある。あ、シーズン2ね。じゃあとりあえず今強いやつ多いとか、しかもこれは新たな戦いだ。決まってるんですよね。この後衛は前に出せないんですよ、ほら後ろしか。しかもこれ両方とも弓、ここにマークがあって弓なんですよね。三すくみみたいなのがあって、弓と盾と槍と馬がいるんですけど、弓は関係ないんですよ。どれ有利不利がないんですよね。で、盾とか槍とか馬はあるんです。槍は馬に強かったっけな。で、馬は盾に強い、馬は盾に強い。で、盾は槍に強いんだったかなっていう風にありますね。これは後ろだな。お、前行ける。そうか、前から行ったね。besser kämpfen als die Hoffnung verlieren。これ槍じゃなくて馬なんだね。あ、馬か槍かと思った。馬なんだ。これね、馬馬弓弓だから、自分今ね、馬と弓がすごくね足りなくて、槍がすごく余ってますね。あとここにドラゴン、ドラゴンもちょっと変わったんですよ。レベル5になったらちょっと見た目が変わりますね。ほら、ちょっと変わったの分かります。これでやろうかな。確定。あとは挑戦するだけ。自分の戦力はどこで見た、これか、9123。あ、結構近いね。弱そうな人からやるかな。あ、こんな感じでいいね。画面左が自分ですね。やめてー。来た来たよ。よーい。スコア1000で、あ、それで順位が上がるわけね。今俺ない。これか、1673ですね。ブロンズ。いや、いい、結構いい。本当に飽きないようになってる。それからね、今日ね、なんか夜、この城攻めをするらしいんですよね。コンピューターの城があって、工場戦するみたいな感じなんですけど、他の同盟の方がね、寄ってきてるんですよ。ここは自分同じ同盟の方が固まってるんだけど、ここやろうって話になってるんだけど、他の同盟の方が、この赤とかは違う同盟の方なんですよね。赤、自分たち青陣営で、三つ王国があって、陣営があって、自分たち青で、で、赤とあと緑もいるんだけど、この赤の人たちが寄ってきてて、多分邪魔するか、この人たち、他のとこもそうですね。他の陣営の方とね、この城の取り合いになってる。取ったらなんかね、収入とか変わってくるんじゃない？ほら、都市の税収で、時間あたり石が1500とか、生産速度も速くなる。バフがあるんですよ。これがね、
ちょっと見たんですけど、こうちょっとこう表示されるかあれだけど、ココがね全部じゃないみたいな。ココ取ってまず この角っこ取って、で真ん中行くような気がする。いきなりここ攻撃できないんですよね。ほらこっからなんですよ攻撃できるの。これは第三国志とか青の行みたいな、あの三国志のゲームがあるんですけど、それの城攻めに似てるかも。ここ取って真ん中当てるんじゃないかなと思います。ちょっと時間かかりそうな気がします。なんかね今城攻めやってるんです。9時からってね来てたと思うんだけど、なんか8時からやってるような気がする。この状態になると10分間は領地の遺品や守護欠陥の使用ができません。なるほどね。領地の状態を詳しく確認したい場合は領主アイコンの下にあるバフアイコンをタップしてください。わかりました。あ、やんないといけない。あ、これね、ちょっと今戦争っていうか城攻めしてるから、そっち側をやりたいです。これが耐久だと思う。残りこんだけ。わあ、結構やられた。300ぐらい兵が減ったよね気がする。あの個人チャットの今切り替えたらあの書き込みがあった。なんだ、出ようぜ。ここ取っても多分真ん中取らないといけないんじゃないかなと思うんですよね。本当は同盟のこのチャット見たいんだけど、いや嫌な人もいますからね、チャット。あ、ほらマイナス360もやられたっぽい。治療やっとくか。馬がね、自分の編成だと馬と弓がとにかくいっぱい使うんで、すぐなくなっちゃいますね。ちょっとチャット見ますね。ちょっと切ります。今見たら、ね、周りにね、とにかくね、この赤陣営の人たちがね、すごくこの赤のね集まってきてて、結構強いんですよ。この今やってる自分たちのサーバーの1位の同盟みたいなんで、ちょっと早めたみたい。もう自分はね9時からと思ったんで、まあ、ゆっくりしようと思ったらゆっくりできなかった。この行動力はね、画面左上の今1000分の389ってありますけど、これを使ってますね。兵はとにかくあのもう余裕がある時にどんどん作っていった方がいいと思います。兵をとにかく作って、あと自分の構成に合った、自分は今ね馬と弓なんですね。これ前が馬で後ろが弓、これが一軍っていうか、まあ一番自分が強いやつで、だから盾と槍が余ってるんですよね。だから馬ととにかく弓がとにかく足りないんで、常に作ってる感じ。なんかね、式みたいなのもあるみたいな、舞台式っていうのかな。あとこのマップ上の NPC を攻撃できるんですけど、その NPC 攻撃するときに相当って言って何回か分けてできるの。あ、取れたんじゃない？かどこ？違う？取れてない？取れたような気がしたんだけど、ここは。OK！ あ、もう俺たちのものこれ全部。違うよね。なんかね、時間も出てましたね。15分みたいな時間も。真ん中やるのかな？どこやる？ちょっと動かない。あ、ここだ。今度ここ攻撃する。あ、だから大戦で、あの、第三国志と一緒だ。あ、っていうわ。これがなくなる攻撃だ。アイテム使おうかな。これね、あ、そうそう、ほら売ってるんですよ。このジェムだね、ジェム。この緑色の石。うわ、結構やられた。 HP どこ？どこ見たっけ？あと7分だ。どこ見たらいいんだろうね。あ、なるほど。
ぱいになってるわ。結構やられてるよ。800強いな。こんななかったな。あんま当てて当てていいんだって。あ、減ってる。15分の9になってる。やっぱ当てていっていいんだ。弱くてもいいのかな。なんか足しになってんだろうか、自分の兵が。ここら辺が意味もないんだったらね。これね、倒した後に今度耐久削らなくちゃいけないんじゃないかなって。あとね、6個出てますよ。6分40秒ぐらいで終わる。あら、また15になってる。15分の1。これなんで？場所が4箇所あるってこと？あ、出てるわ。ここにほら13、14、15、7って出てる。ここ当てた方がいいんじゃない？この7を。多分そういうことだと思う。ちょっとね、わかんないからね。多分この今棒があって13、14、15、7ってあるから、7を狙うんだ。あと5分ぐらいしかないしね。やばい、ちょっと兵補充ができてない。多分ね、予備兵がもうないんだと思います。これほら、この5、これを狙うんだと思うんだ。わかんないからね、初めてだから。これ今どうでしょう。これ多分狙っていくんだと思う。4になった。うわ、ダメだこれ。ほら、ダメだ。不足してるから何もできない。当てたいんだけど兵がないんです。こうなってる。ほら、馬はあるけど今度弓がないわ。厳しい。弱いからね。あ、ほら当ててきた。この赤の人が厳しいよ。全体マップね、ほら、このノーラン大陸っていうのに3つの王国って言ってたけど、まあ陣営ですね。赤と青と緑の陣営があって、自分たちは青陣営なんですよ。で、赤のところが一番強くて、多分一番最初に始めた時が赤から埋まっていったんだと思う、人が。で、自分たちは青が推奨だったんですよね。で、人が少なかったんだと思うんですよ。今青が一番弱いですね。同じサーバーになるかどうかわかんないんですけど、同じサーバーになったら青を選んでほしいです。青が今一番劣勢で負けてます。弱いです。あと、このなんかね、陣営もね、変われるらしいんですけど、そういうのはレベル9までだったかな。10になったらできないとかなんか、そんなんだったと思います。いや、まだやってる。あとどれぐらい時間？あと4分ぐらいですね。だけどちょっとね、もう病院も多分、満タンような気がするんですよ。ちょっと加速使うか、ここは。ほら、1時間45。ほら、超えてる。9000分の1万3000になってるでしょ。ダメだ、これ加速使おうか。して。これでちょっと多分補充できる。で、この画面の右上のジェムでよかったっけ？ジェムね。これが課金ですね。これで大体何でも買えますね。それとなんかね、紫のね、あ、失敗だ。紫のなんかこう石みたいのもあって、それはなんか売ってないんですよね、課金で。欲しいけど、どうなってるのかがわかんない。あ、これじゃダメだね。初めてだから手探りですね。多分ずっと負けてる。ほら、ここ勝利してるね。外側のやつ、
そう、あのね、本当は9時からだったんだけど、赤い同盟の人に、赤字屋の人に囲まれてるんでってことで早く始めたんだけど、人が集まってないっぽいですね。多分そろそろ終わるわ。時間切れになりそう。あと1分半だから、厳しいかもしんない。とりあえず当てるだけ。これ、意味があるのかな、わかんないんだよね、俺が当てて、これ。減ってるのかどうかもわかんない。で、でも当てよう。あと2回ぐらい当ててみようかな、じゃあ。兵は結構だいぶ減ったんで、また作んないといけないですね。今までいろんなゲームやってきたけど、これが一番自分はなんかやりやすい。というか、絵が好きですね。このグラフィックは。好みなんですよね。うわ、まただ。ここで治療。また溢れてんじゃない？溢れてる。これでいいんじゃないかな。あと何だ？あ、20秒。危なくない？いけるかな？結構死んだ。4000人ぐらい減ってるんじゃないかな。兵はとにかくどんどん作った方がいいです。あと、レベル10、20、30、40、施設のレベルを10、20、30、40ごとに上がっていくんですよ。この、なんていうのかな、兵種のレアリティが上がっていくんで、しかも、その作ったの、その上のやつ、あ、終わったんじゃない？あ、取ったってこと？違うよね。バリア取られた？あー、ダメだったってことか。残念。ちょっとダメでしたね。時間が確か15分ぐらいでした。15分間の間になんか落とさないとダメみたいですね。ちょっと自分たちの同盟ではまだちょっと厳しかったのかもしれない。さっきの兵種はこれですね。今馬がこれ10でしょ。で、兵をね、作ったのをもうだいぶ減ってるね。15,438 は全部このここに来て、この2段階目のやつに変わってるんですよ。で、最初のやつ作ったやつは、これはなしになってるんですよ。作ったのが全部もうこれに変わるんですよね。だから他のゲームだったら1作ったら、今度2にした時に2のやつにレアリティ上げないといけないとか、そういうのがないみたい。作ったらもうそのまま2を作ったら2に全部変わるみたいですね、自動的に。これはありがたいですね。いやー残念でした。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。